旧北部軍管区司令部防空作戦室跡後、月寒送信所は札幌市豊平区、月寒東2条1丁目に所在していた陸上自衛隊通信施設である。本校ではその前身である北部軍防空作戦室についても取り扱う。1940年12月2日に創設された大日本帝国陸軍北部軍司令部本部の建物は木造2階建てだった。 そのため、アメリカ軍の空襲に耐えられる施設が求められるようになり、1942年、司令部広場の北西にコンクリート製の作戦室の建設が始まった。通常であれば3年かかる工事は、タコベア労働によって、翌1943年に完了した。建物は地上2階、地下3階で、1トン爆弾の攻撃にも耐えうる厚さ1メートルを、 超える壁や二重化された対談構造を持ち、最深部からは、司令部への地下道が伸びていたらしい。当時は、地上1階から地下1階までが吹き抜けになっており、正面の壁には、青森県、北海道のみならず、南から太や千島列島まで収めた巨大な地図が掲げられていた。通信業務に当たったのは、女学校卒業後に集められた、女子挺身隊、約280名で、 三交代による24時間体制だった。通信隊員の操作によって地図上の情報入手箇所のランプが点灯し、参謀らがそれを見ながら作戦を練ったという。戦後は北部方面隊札幌駐屯地飛び地という扱いになっており、国有財産大長城、陸上自衛隊札幌駐屯地月寒送信所の名称が与えられた。送信所のみの陸上自衛隊通信所。 ついで通信誌の教育施設として使われていたが、末期は施設警備のための人員が派遣されているだけであった。札幌市に現存する貴重な戦争遺跡であることから保存運動の声が上がっていたが、2007年11月26日に一般公開した後、2008年1から2月に取り壊された。跡地には国家公務員宿舎が立っている。なお、 逃走新書閉鎖後の通信機能は、まこまない駐屯地に移転している。ホル、会2010、ピアニッシモ、86-87、AB ホル、会2010、P90、北部軍艦区司令部防空作戦室。札幌市平和バーチャル資料館。札幌市民文化局地域振興部。2019年8月15日閲覧。ホル、会2010、ピアニッシモ。 100101ありがとうございます。